ワンチャン、リロードでスタンダンバをやってみたい気持ちもあるので、ちょっとそれで遊んでみようかなっていうのもあるんですが、ただ、ただって感じだよな、コガちゃんとかだもんね。やってみるか。こっちだな。あ、ルミナリー。やってみますか。リロ速やってみよう。初めての目の子の運動。レディーゴー。裏取り対策できるといいな。ナイス。これで盾剥がれんの強いよな。まずいまずい。やっちまえ、ナイス。外してんだよな僕ヒール。ミスったー。結構スネクトス当たる方ではありますね。多分まだ当たってる方だと思う。まっ、佐々木さん、初見さん、こんにちは。参加もちろんいいですよ。ちょ、概要欄に何だろう、軽い説明と私の ID があるので、初めて参加するよって方はそれでフレンド登録お願いします。あ、やっべ、ハロー。外すんだよな、これ。それ慣れんな、やっぱり。トリプルキルとかおかしいだろ。やばいやばい。やばいやばい。いや、楽しい。これ楽しいな。よいしょ。で、一応パラディンズ5人までのゲームなんで、なんか6人7人参加するよって方が出てきたら、ぐるぐる回すローテーション式にでやっていきたいと思ってます。左側2人いったね。落ちろドロゴス。当たった。
ハロー。うい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 。当たったんだけど。やばいだろ。ねえ、アシュ。あいつ再生作んでんのか。ナイス。当たんない。送ったよハムです。ハムまで、あ、送ったよまでが名前なのか。それと待って、スカイちゃん、スカイちゃん、気にすんな。ハロー。カメたっそ。ちょうどいいとこに。当たんねえな。全然当たんねえ。 Where's the barrel? あ、まずった。それはまずい。スネークトス当てすぎで。スネークトス運用のね、今当てていきたいところなんですよね。すごい、めちゃくちゃ当てたけど全然当たって後半当たんなかった。序盤良かったんだけど。ジェノス、これだいぶ速くなったんちゃうね。えあれ、これは食らう。おお、スタンは食らうんだ。へえ、強すぎだろ。ハムです。あ、ハムさんですね。了解です。これよりまだ上がる速度ありますからね。ありえますからね。このどれだっけ、このカードでリロード速度今 20% 上昇になってるんで、ゴツミソイは多分 25% 上昇になるんで、まだリロード速度上がるっていう 5% 恐ろしいことになる。あ、でもや、体勢積み始めましたね。小賀と小賀くんとアシちゃんが積み始めたんで、右一人、左二人っていう感じかな、展開。まずいまずい。地に落ちよ。もうちょっと置くかな。いや、思ったより飛ぶんだよな。これほぼ照準通りだな。これと同じぐらいの感じで当てていけばいいのか。はい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 、なるほどね。
ミスったー。めちゃくちゃバチバチ当ててきたかったよ。あれ倒せんかったというか回復が来てたんだね。ナイスエリスちゃんですね。ビハインダース、ジェノス君が人のジェノス君を、そしてジュースさんを直す。あ、ごめん、当たんなかった。あ、まずい。あ、何してるんですか、私。いけませんね。さあ、ジュースさんが上のドラゴスをペシペシやってくれてる。ジェノスを私は回復しないと、まずみが深いね。まずみが深いんだよ。うっそでしょ。ういうい、どこ飛んでんの。ナイス。ええんか。スカイターン。残念、超初心者ですがよろしくお願いします。こちらこそ、こちらこそ楽しんでいっていただければと思います。おのおのの楽しみを見つけながら遊んでいってください。あ、やべ、ごめん。あー、ひょうたんめ。ま、この判断が一瞬遅れるのが私のまずいところですね。てかウルト使っていいじゃん。ウルトを使わせてくれ。僕は次ウルトを使うぞ。あ、使える。いけませんね。ギルボヤチャンネルさん、こんにちは。トリプルキルとかやってた時のやつですね。ちょっと思ってたのと違いましたね。でもあれですね、リラソクンヨも楽しさはすごいありますね。慣れが必要ですね。でも軌道がいつものスネクトスと違うので。それが恐ろしいとこですね。ただこのスタンダンバー敵からしたら絶対嫌なんで、この運用もありですね。2サポの時はありですね。で、片っぽの人がちゃんと、なんだろう、サポート運用してくれてる時、まあ、ウルトを吐いてなかったっつうのが僕の今回の大ミスですが、大ポカやらかしましたか。13、さすがの8万ダメージ超えじゃないですか。強い。ジェノス君めちゃくちゃ回復してくれてるもんね。2人合わせて、まあ、セリスに勝ってるかなぐらいか。なるほどね。